東芝機械エピソード0。私たちには株式会社芝浦機械製作所、芝浦工機株式会社という同じ芝浦の名を冠しながら2つの会社に分かれた歴史があります。しかし先人たちの数々の努力により1961年、2社は再び合流することができました。芝浦の名のもとに再び結集された力は現在にも脈々と受け継がれています。事業を超えた相乗効果によってお客様の価値を最大化していくこと、それは一人一人に根ざしている芝浦のものづくり精神を掛け合わせていくことだと私たちは考えています。そして2020年、東芝機械株式会社は芝浦機械株式会社へ。この社名に込められたものづくり精神とともに、これからもエピソードは続いていきます。